倉持君、意思決定会見今、はい、まあ、まだ途中だけどね、はい、うん、飲食店を昔、はい、経験しとったと、はい、いうことで、意思決定と飲食店の関係性みたいなのはありますか。意思決定、まあ、飲食店っていうのは極力ロスを減らして、うん、やっぱり利益を得ようっていうのがやっぱ基本だと思うんで、うん、まさにその通りだなっていう、その機会減かな、そうですね、機会減か、うん、チャンスロスっていうんですかね、うんうん、まさにその通りだなと思って、うん、まあ、身近には感じましたね、やっぱり、うん、いや実際やってたことをやっぱその改めて勉強すると、うん、あ、こんなに難しいんだっけっていうのも、うん、まあ、記憶に新しいですし、うんうん、まあ、あと主婦が得意とするっていうのもやっぱり分かりますね、うんうん、意思決定会計はな、ね、主婦の方が結構できるようになっちゃうっていうな、うん、年がら年中意思決定でも主婦やってますね、うちの母ちゃんとかもやってますね、うん、あそこまで行って10円安いのに、そこまで行くガソリン代考えてみるっていうこと、それが意思決定だなと。そうやそうや、昔はこいつ何言ってんだろうって感じだったんですけど、今のはすごい分かりますね。他は意思決定会計を学んで、うん、なんか、まあ、面白いなとか面白くねえなとかいろいろあるかもしれんけど、面白い、まあ解けた時はやっぱり何でも面白いんですけど、うん、意思決定は特にその何ですかね、ルール自体はちょこちょこあったりはするんですけど、うん、あのやっぱり問題の幅としてやっぱ無限大なんで、うん、うん、ちょっと苦手なイメージ持つ人も多いのかなと思って、私もそうなんですけど、うんうん、まあ、あと面白いとこって言えば、うん、まあ、将来独立を希望してるわけだね。そうですね、うん、はい、そういった意味で、まあ、自分で、うん、まあ、将来使うっていうことを考えたらやっぱりその、うん、やっぱ必要最低限の知識ではあると思うんですけども、うん、うん、そんなとこですかね。なんかちょっとあんまうまく話せないですけど、まあ、まだ実践経営やってないからね。そうなんですね、うん、経営者になってみると非常に今話がね、そうですね、またさらによく分かると思う。やるんだ、いや、うん、やるんだなっていうのは、うん、なんとなく分かってましたけど、うん、やっぱり実際にその自分でやってみたりとかすると難しいなと思って、うん、経営者の人すごいなと思って、うん、まあ実際ね、飲食店を経営、あの、経営者に経験しとったから、はい、今の話が出てくるわけだから、まあ、人生に無駄はないわな。そうですね、うん、はい。